はい、皆さんこんにちは。ハワイに住む日本人チャンスでございます。ちょっと今夜中なので家の中の明るいところを探してこっから撮ってるんですけど、さっきですね、日経新聞の方でニュースが出ておりまして、日本帰国時に必要だった陰性証明書の提出義務ですね、こちらが条件付きで撤廃されることになりました。パチ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 、いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。マジでめちゃくちゃ嬉しい。やっとこの時が来たかっていう気持ちでございます。で、条件付きっていうのが、たった一つ、ワクチンの接種を3回済ませていることっていうのが条件になります。事前にアンケートを取ってたんですけど、回答してくれた人のうち 87% はすでにワクチン3回接種してるっていうことだったので、言ってみれば僕のフォロワーさんの8割以上の人たちは嬉しいニュースとして知らされてるんじゃないかなと思います。なので、これで帰国難民っていうのは相当減るんじゃないかなって思いますね。あとはなんか日本ではコロナの感染人数の全数把握の見直しみたいなことをやってるらしいんですけど、そちらの詳細の報道は一旦見送りっていうことになったみたいです。まあ、なので今回のこの報道が全部が発表されたってわけじゃないんですけど、僕のこのチャンネルにおいて一番知りたかったところっていうのは、嬉しいことに一番最初に発表してくれたっていう形になりますね。で、有効になるのは9月の7日からっていう風に書いてあったので、9月の7日に到着する便からは陰性証明の提出は必要ないっていうことになりますね。まあ、なので9月の7日までに帰国しなきゃいけないっていう人は、何とも言えない気持ちで陰性証明を受けることになりますので、まあ、日本も最速の最速でやってくれるわけじゃないっていうのは、まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですかね。むしろ勘違いしないようにしないといけないですね。9月の7日からなので、あ、もう明日から大丈夫なんだとかではないので、そこだけは注意してください。でも、さっき言ったように、帰国難民がこれでだいぶ少なくなるなっていうのが本当に大きいですよね。今までの帰国難民の人たちって、もう症状ががっつり出てしまっている人たちとかは、まあ仕方ない部分もあるのかなと思うんですけど、もう完全に無症状でずっと健康なのに、帰国日前になって検査受けたら陽性だったみたいな感じの人たちは、受けるつもりのなかった PCR 検査を受けさせられて、結果陽性になって足止めを食らうっていう、もう誰も得しない制度になってしまってたので、ここについてはお医者さんに受けてって指示されるような人たち以外は、外国でむやみやたらに受けさせられるということはなくなります、今後。一方で、なんか職場の人たちのメガとか、もしかしたら見てる方の中の一部の人たちは、外国からウイルスを持ち込まれる可能性が高くなるって心配されてる方も一部はいらっしゃるかなと思うので、まあ、もしね、自分の身近で気を使った方がいいコミュニティとかがある場合は、陰性証明書っていうのを書いてもらう必要までは今後なくなるので、モームスドラッグとかで売ってる抗原検査キット10ドルくらいで買えるらしいので、それ買って帰国前に自分はあくまで陰性でしたよっていうのを示すだけでも、職場とかコミュニティへの配慮になるんじゃないかなとは思います。今まではそれを陰性証明書を書いてくれるところで、場合によっては数百ドル払ってやるみたいな感じだったと思うんですけど、今後はもう10ドルぐらいで済む話になるので、そこはすごい大きいかなと思いますね。まあ、あと僕としてはちょっと疑問なのは、マイ SOS の運用が今後どうなるのかですね。まだそこについては言及ないんですけど、でも陰性証明書を提出しないと青色にならない仕組みになってたので、これはもしかしたら9月の7日までに何かしらアップデートはあるのかもしれないですね。ここはちょっと僕も注意して見ておくので、続報があり次第またお伝えできればと思います。で、これ動画撮る前にちょっとぼんやり考えてたんですけど、仮に9月の7日以降で陰性証明書を取る必要はなくなったけど、でも症状が出てお医者さんの指示で検査受けなさいって言われて陽性が出てしまった時、これ改めてどんな手続きになるのかなっていうのはもう一回まとめたいなとは思います。多分今のところ僕の認識が間違ってなければ、アメリカの陽性者に対する5日間の隔離措置っていうのは残るので、9月7日以降だとしても陽性を診断されてしまったら最大5日間の延泊っていうのは残っちゃうのかなとは思いますね。でも一方で領事レターの発行っていう手続きはもう必要なくなると思うので、その5日の隔離が終われば、たとえまだ陽性が出てるとしても、もう速やかに日本に帰れるということにはなるので、9月の7日以降は最大の延泊日数は5泊6日で済むのかなって感じですね。そこはもう予測がつきやすいので、めちゃくちゃありがたいですね。飛行機の予約を延期させるっていうのも割と予想がつくようになるので、じゃあ6日後とか1週間後とかっていう風にできると思うので、そこも複雑なところが簡略化されるポイントになるかなと思います。引き続き陽性にならないように気をつけてくださいねっていうのは大前提あるとして、
足止めを食らわずに速やかに日本に帰るっていうことを考えたら賛否両論あると思うんですけど、9月の7日以降についてはむやみやたらに検査を受けて陽性を診断されないっていうのは一つ作戦としてはあるのかもしれないですね。だからあくまで症状として出てしまったらとか、あくまでお医者さんに検査受けてくださいって指示された時だけに留めた方がいいと思いますし、陽性って診断される可能性があったとしても、もしできるんだったら日本に帰ってから検査を受けた方が治療の環境とか医療費っていうところを考えてもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、というわけで今回はこんな感じで速報でございました。お話ししたようにまだもうちょっと詳しく整理してお伝えしたいなっていう部分はあるので、引き続き次の更新もお待ちいただければと思います。というわけでこの動画が少しでも役に立ったっていう方は高評価とコメント、チャンネル登録で次の動画の更新もお待ちください。ありがとうございます。皆さん、高評価とチャンネル登録よろしく。